君、斜め後ろ、グレーのコートの君。今年の香山幻想文学賞決まったんだな。よしみ大、7回目の返信だろ。なんだか聞いても驚かなくなってしまったわ。ごちそうさま。あら、半分も食べてないじゃない。最近さ、変わったね。え、僕が？そんなことないよ。私の仲間がいる。またか。だんだん近づいている。まさか。この建物の中だ。約30メートル、間違いない。この中だ。30メートル。では、タミヤ先生。タミヤ涼子です。見るな、新一。驚きだ。頭を奪っておきながら、その人間固有の身分を失わず、そっくり引き継ぐとは。社会生活に直接関わる人間を食料にはしないだろう。奴の周囲は安全なはずだ。こんな時に寝るなんて。ミギーの奴、もしも今あいつが。泉くん来た。どうしたの？全然進んでないようだけど。ねえ、何かしたの？いや、羨ましいな、お前。新一、相手までの距離は約10メートル。起きたのか。泉新一君、私の正体は知ってるわね。教師に向かってその返事はないでしょ。あなたとはもっといろいろ話したいの。今日の放課後、時間を取ってもらえるかしら。殺す気ならとっくに殺している。私はね、興味がある。あ、ねえねえ、ちょっと本屋さん付き合って。うん。あれは新一、袖をまくってくれ。なんで？喧嘩するわけじゃないんだろ。それが二人来る。待たせたわね。紹介するわ。こちらは A さん。なるほど。これまであなたが出会ったのはその二種類だけね。ああ。私とこの A さんとでセックスしてみたのよ。すみません。人間だろう。ごく普通の。さすがね。そう、全く何の変哲もない。私は新一の血液から直接養分をもらっている。生物なのかそうじゃないのか、とにかくこの世のものとは思えないよ。人間は時々理解できないような行動をとるから、一応忠告しておくわ。3秒で皆殺しにできるわ。私のクラスにも友達はいるんでしょ。冷たい。何をする、新一。新一、攻めてきたぞ。まるで殺意の塊だ。不審者が校内に。警察に通報、生徒たちを避難させるんだ。くそ、真っ昼間に堂々と。楽天的で行き当たりばったりなやつだ。戦うべきだぞ、新一。戦う？どうして？相手は人目も気にせず。え、どこどこ。ほら、あれだよ、あのおっさん。うっそ、本当にいるよ。私が素早く奴の心臓を貫く。単純だが成功する可能性は高い。忘れ物、私も行くよ。近寄るな、僕から離れろ。私の作戦が気に入らないのか。当たり前だ、一体何人殺す気だ。でも自分の命を守るためだ。思い出したぞ、人間は自殺するという珍しい動物だったな。別に死にたいわけじゃない。向こうは別人になれる、こっちはなれない。向こうは一人、こっちは二人。君が戦いに参加するしかない。新一が動揺して私の足を引っ張れば勝負は負けだ。その武器を見えないように身につけろ。確かにミギーは。